お前の非道もこれで終わりだうわっ <laughs> お人よしなあなたがよくも迷いなく <laughs> それこそ同期のよしみだ苦しまずに行け 致命傷を食らったのに笑ってる致命傷この程度でですかな傷が塞がっていくああ。 この力を使うことになるとは少々遊びが過ぎましたね。残念ながら戯れはここまでです。我が悲願果たす目前でついえさせるわけにはいきませんから。偉大なる主の降臨を。 待てハールリフダメ正気に触れたら危険だわそれでは皆様ごきげんようまたいずれお会いしましょう消えたんなのあの力 人のものとは思えない。ハールに何があったのハールが目指していたのは、平等な世界。だからこそ、奴は主君への忠義心が皆無だった。そんな奴が主と仰ぐ人物とは、一体、それにあの正気は。 リーフ団長、ご無事で心配をかけてすまない。救援感謝する。グラムスの連中が追撃してくる前に、早く国境を越えましょうああ。セシル、お前はどうするえ<っ>お前の真実を知ろうとも、私の気持ちに変わりはない。共に、 シン・アルベリアに来ないか。お前の罪の意識はよく分かった。そして、無念も。だからこそ、お前の重荷を仲間として共に背負わせてほしい。いセシルどこか怪我をしたのか違う。ま、 ま、もしかして、マナリミンか違う。ま、眩しすぎるの。やっぱり、あなた。あ、ははは。<laughs> そうか。だが、こらえてくれ。これが。偽らざる気持ち、なんでしょう。 分かってるわ。あなたの気持ちはすごく嬉しい。でも、もう少し、一人で考えてみたいの。自分の騎士道を。セシル。きっと、同じ道は歩めない。私が王を守れなかったのは事実。 そして、そのために婿の民やドラゴンを犠牲にしたのも事実だから。その上で、今自分が歩む道を見つけないといけないと思う。そうか。そ、それに、その、まだあなたの隣に立つのは私には、 辛いというか、心臓が持たないというか。えっと、ありていに言うと、隣にいると、眩しくて溶ける。あはは、溶けられるのは困るな。でしょう。でもね、もう一度。 あなたと一緒に、アルベリアのために戦えたら、いいな、とも、思ってる。分かった。ならば、私は待つとしよう。お前が再び己の騎士道を見つけ、共に戦場に立てる日を。ええ。ありがとう。気をつけて帰ってね。 ああ。セシルも即歳で。リーフ団長、彼女は一体。かつてはアルベリアの騎士。そして、いつまでも、私の仲間だ。セシル、私はお前を信じている。必ず、また会おう。 私はもう、グラムスに戻れないから。おかみさんのこと、よろしくね。なあ、今度こそヘマはしねえ。グラムスまで無事に送り届ける。ありがとう。二人とも、巻き込んでしまってごめんなさい。いいのよ。かっこいいセシルちゃんを間近で見られたしね。 えかっこい,いどどこが私取り乱してばっかりで何言ってるんだい一生懸命私たちを守ってくれたじゃないかあの時のお前最高にかっこいい騎士だったぜ離れていても応援してるよ頑張りなはい それじゃあ、お元気で。私が、もう一度、やり直したいって思える日が来るなんて。ね。第10の、戒律。騎士とは、正義と善を行うものであれ。 いついかなる時も、不正と悪に剣を向けるべし。新しい騎士道がどんな道かはわからないけど、もう見失ったりはしないわ。私の正義は、ここにあるもの。